さあ南薩摩市川鍋町にやってまいりました。ラーメン専門店栗山、こちらの味噌チャーシューをオーダーしましたのでレポートしたいと思います。名店和田屋で3年修行された栗山オーナー、豚骨鶏ガラを炊いて3日間かけて作る和田屋仕込みのスープ、そのスープに川鍋さんの赤味噌白味噌を独自にブレンド、味噌の香り立つ濃厚でしつこくない味わいとどこか懐かしさを感じるスープです。麺は中細ストレート、この中細ストレートに味噌豚骨スープの味がしっかり口の中まで絡み合います。しっかりとした味だけど全くしつこくありません。はい、チャーシューいっちゃいます。鍛錬に作られたような味わいのこのチャーシュー、肉質の食感もしっかりさせながら口の中で程よく溶けていきます。栗山オーナーは現在59歳、それを支える女性スタッフは50歳から60歳とお母さん世代、何と言いましょうか、お袋の味と言いましょうか、優しさと懐かしさでできたこの一杯、このラーメンにはキャベツやもやしなどの野菜が入っており、味噌スープと程よく調和、さらにラーメンがつるつるっと入っていきます。チャーシューと麺ダブルでいただきます。麺とチャーシューの味がしっかり馴染んでいて、口の中がとても美味しくなってます。替え玉と煮卵オーダーしました。それまでにラーメンをもっと楽しみたいと思います。ごめんなさい、煮卵と替え玉ですね。はい、ね、以上でお揃いでしょうか。はい、はい、替え玉スライドインすると、お皿の底のクマさんこんにちは。替え玉をスープの中でしっかりなじませます。ご覧ください、このコシのある麺、スープの中でしっかり泳いでるでしょう。まさに麺のシンクロナイトスイミングジャット。はい、煮卵いっちゃいます。
甘い醤油なのでしょうか、しっかり出汁に漬け込まれた煮卵も絶品でした。ちなみに替え玉は半玉になっています。さらにラーメンをつるつる、ラーメンつるつるいっちゃいます。さあ最後にスープをガンガン飲み込んでいきます。この味噌スープが最後までいい香りを醸し出し、懐かしい気持ちにさせてくれます。丼の底にたまったひき肉をレンゲでかき集めてマウスイン。あー、わっせ、腹いっぱい。寒い冬に心も体も温まる美味しい味噌ラーメン、ごちそうさまでした。